どうも、お疲れ様です。それでは今回はね、えー、こう、添削のまとめについての、さらに返信まとめになります、えー。こういうふうにクエスチョンいただいてますね。レンジについて質問ですと。上下10ピップスぐらいだと、同じと捉えても良いのではないかという添削でしたが、以下の意味と捉えてよろしいでしょうかってことですけども、これはね、前提があります。えっ、ー、と、レンジオプションっていうのは、私の理想とするのは、60ピップスから70ピップスぐらいのこの幅なんですよ。ね。 で、まあ、1円ぐらいの幅があってもいいんですけども、でも大体60ピップスとか70ピップスあると、私としては一番扱いやすいレンジだなと思うわけですよ。狭すぎると、レンジと手数料の関係で、あんまりうまく機能しないんですよね。だから、ブレイク用のレンジというふうに、例えば30ピップスとか40ピップス以下のレンジは捉えています。で、広すぎると、今度はレンジインレンジになってくる可能性が高いんで、これは2段構えで攻略していくのが、 まあ、FX オリガルヒ式かなと考えてますよね。でも実際はね、トレーダーさんでも上級の方ってレンジインレンジとかやってると思うんですけどね。うん、ただちょっと見たことがないんですよ。ただやってるに違いないなと思うんですけどもね。はい。その上で答えさせていただきますけども、小さな細かいレンジ形成された場合は、そこから上下10ピップス、うんぬんって書いてますけども、これはね、当たらないんですよ。うん、どういうことかっていうと、60ピップス、70ピップスのレンジに関して、 ここがね、例えば138円の200っていう価格から前後していても上下10ピップスぐらいだったら有効だってことはどういうことかっていうとね、60ピップスとか70ピップスあるうちの、そうですね、だいたい1割ぐらいの誤差が上底と家庭のそのレジサポラインにね、えー、出てる分だったらそれは一緒じゃないのって捉えてもいいかなってところなんですよ。ピタリ下3桁まで一致してないとそれは正確な、えー、天井の線とかね、えー、まあ家庭の 下の線ではないですよってことじゃなくて、多少ずれてもいいんですけども、それがやっぱり、え例えば138円の、私が600って言ってるけども、他の人がね、340だったらさすがにちょっと離れすぎてるから、それはちょっと離れすぎてるんじゃないですかってことで、えっと、数字の根拠ってのをね、こう論じないといけないかなと思うんですけども、私が138円の600っていうふうに線を引いていた。他の方は、例えば、 580で線を引いていたとかね、620だったっていうのは、それはまあ同じようなもんじゃないですかっていう、こういうふうな感覚ですね。えー、捉えていただければと思います。次です。大きなレンジ内でレンジレンジを捉えることができると、お急激な下落や上昇は何かしらの材料があって作用しているのが誰でも見えてくる。あ、これはもう別のことになってますかね。はい。じゃあ質問には一つこれでお答えしたということになってますんで、その他はまとめのまとめですね。はい。えー、他に、 質問はないと思いますけども。えっ、ー、と、あ、今回は2勝1敗だったんですね。はい。はい、ありがとうございました。じゃあ、お疲れ様です。一つの質問に回答したかなってことなんで、あとまとめの方もね、確認させていただきました。いつもありがとうございます。お疲れ様です。FX で稼いでいこう。<laughs> お疲れ様です。